てるカードを下画面の光っているところに置いてくれ。7枚まで登録できると登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。バトルサイダーのスペシャルのカードは1枚だけ登録できるぞ。共に戦う。これの狙いはただ一つ。お呼びですか。このチームでチーム決定だ。では出発すると戦闘開始。今までの敵よりヤバそうだ。勇気を持って挑んでくれ。練り潰してやる。このバトルでは7個集めると仲間の技が出る。よしよし、お手並み敗戦ですね。戦闘開始。バトルアイテムのチームボーナス効果でダブルアップ。敵のアビリティ発動だ。地獄エリアコン発動だ。赤いエリアで突入攻撃、青いエリアで突進。発展特性しまった。敵の戦闘力やこちらを上回っている。敵が先行だ。敵のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。仲間のアビリティ発動だ。バーストモード突入。スーパーバースト達成だ。達成バーストチャンスだ。敵のアビリティ発動だ。
突入。究極元気玉を発動。究極元気玉発動。元気を分けのメンバーカードを枠の中に入れるんだ。メンバーカードを上下に大きくこすり、元気玉がどんどん大きくなっているぞ。やったー、究極元気玉大成功だ。これが全開クルパラー。本人を前に引き出して天使だ。やはり君は本物の戦士だ。ランクインしたぞ。